稲原リース作り体験は四季折々に合わせてさまざまなイベントを行っている公益社団法人東院町シルバー人材センターが主催して開かれたもので、今回は女性部会の皆さんが企画し、センターの会員と一般応募の参加者合わせて9人が参加しました。はじめに町内の農家さんから提供された稲わらを、わら打ちと呼ばれる木製の道具を使って叩いて柔らかくしていきます。そこに水をかけた後、平らになるまで何度も藁を打っていきます。藁が打ち終わると12本ずつに分け、それぞれの束をねじりながら編んでいきます。藁が固く作業しづらいところは、参加者同士で協力したり、講師の皆さんに手伝ってもらいながら作業を進めていました。三つ編みやねじり編みなど思い思いの編み方で藁が編み上がると、それを丸い形に整え、余分な藁をカットし整えると、リースの基本部分が完成です。この後リースにクリスマス用の飾り付けを行うということです。参加者の皆さんは藁の感触を懐かしそうに楽しんでリースを作っていました。意外と力がいって、一汗かきました。やりにくさもあったんですけれど、上手にできましたので嬉しいです。こういうことで、あの会員さんでない方もお呼びしているということは、それをきっかけにあのシルバーの行事とかが分かっていただいて、何かありましたらというふうにお声かけして、はい、広げていけたらいいと思います。